ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは。ベガルタチャンネルレディオナビゲーターの及川明弘です。こちらはベガルタ仙台の選手のインタビューやクラブの情報をラジオ形式で配信していくオフィシャルの音声コンテンツです。さて、いよいよ2022シーズンが開幕し、また日常にベガルタのある生活になりましたね。もう試合を見るなどして今シーズンの選手たちのことはバッチリという方もいると思いますが、まだまだ今回もこちらでは知られざる新加入選手のことを本人たちにいろいろと聞いていきたいと思います。選手たちの意外な一面を知ると今後の試合観戦もまた違った楽しみが出てくるかもしれませんので、今回もじっくり聞いていただければと思います。それでは始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。ベガルタチャンネルレディオボリューム3、今回の新加入選手インタビュー、1人目は福島ユナイテッド FC から完全移籍で加入いたしました、背番号32番ミッドフィールダー鎌田大夢選手です。はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、鎌田選手はまだ20歳なんですよね。そうです、今年で21の年です。あの、僕が同じぐらいの年齢だった時のことを考えると、めちゃくちゃ大人な雰囲気出してるやんって感じするんですけれども言われません？性格がちょっとおとなしい感じなので、はい、いや、なんかすごい落ち着き払ってて何が来ても動じないぞみたいな感じなんですけどいやいや全然そんなことないです。そうですか、はい、今日もですね、まあ、こうやってあのインタビューさせていただく上でですね、いろいろと落ち着いてお話ししていただけると嬉しいかなと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、改めてですね、鎌田選手の簡単なプロフィール僕の方からご紹介いたしますと、鎌田選手は2001年6月生まれの現在20歳です。で、愛媛県出身、中学時代は JFA アカデミー福島でプレーしていまして、高校は埼玉の昌平高校でプレーしました。3年生の時には全国高校サッカー選手権で主力としてベスト8まで導きました。で、高校卒業後に J3 の福島に加入しまして、プロ3年目の今シーズン、ベガルタ仙台に完全移籍で加入となりました。高校卒業してすぐの2年間で J 通算53試合に出場で、今季の活躍はもちろん仙台を将来的に長く引っ張っていくことも期待される注目のボランチということですよね。で、そんな鎌田選手は今回チームが始動してからの加入ということでした。前所属の福島ももう始動していた中でというね、移籍で驚いた方も多かったと思いますけれども、改めてその移籍の経緯というものを教えていただけますか？まあ、福島でも練習がスタートして、はい、まあ、僕も福島から10番をもらって、まあ、今年にかける思いはすごい強くて、はい、今年、まあ、絶対福島を昇格させたいであったり、まあ、自分もステップアップしたいっていう思いが強かった中で、はい、まあ、仙台からお話が来て、ちょっと迷った、まあ、正直迷った部分もあったんですけど、うん、まあ、自分の、まあ、やっぱ夢でもある海外に行きたい、海外で活躍したいであったり、まあ、将来のことを考えて、まあ、今、まあ、若いうちは少しでも高いレベルでやれる方がいいのかなと思ったので、うん、まあ、仙台移籍することを決めました。うん、じゃあやっぱり最初に話が来た時は少し悩みましたか？悩んだ、そうですね、なんか行っていいのかなっていうような、うん、部分はありましたね。うん、誰かにこう背中を押されたとかそういうことはあったんですか？まあ、特にそんな、まあ、んま相談とかもしてなかったですし、うん、まあ、ある程度気持ちは固まってたので、まあ、行きたいっていう思いはあったので、はい、まあ、でも福島の時にチームメイトに、まあ、何人かポツポツって言ったら、いや行くでしょうみたいな感じで言われたんで、まあそうですよねって言ってました。なるほど、自分のキャリアアップっていうところを応援してくれる仲間が周りにいたっていうのは嬉しいですよね。そうですね、はい。ちなみにお兄さんは日本代表で海外でもプレーする鎌田大地選手ですが、そのお兄さんに相談することはあったんですか？いや、全くないです。あまり連絡は取らない感じですか？連絡はもうほぼほぼ取らないです。そうなんですね、はい、大体兄の話を聞くときは
親経由で聞いたりとか。別に仲が悪いとかじゃないんですよね。あ、全然そんなことはないです。なるほど。まあでもこれから大活躍してお兄さんに追いつき追い越すような存在になってほしいので頑張っていただきたいなと思いますけども。はい、ありがとうございます。でチームに加わっておよそ1ヶ月経ったというところですけれども、どうでしょう、チームには馴染んできましたか？だいぶ馴染めました。ああ、もともとチームで知ってた選手とかもいたんですか？いや、知り合いとかゼロでした。あら、じゃあちょっと初移籍ということもあってドキドキだったんじゃないですか？いや、もう最初はすごい緊張してましたし、はい、僕も結構シャイな性格だったので、はい、そうですね、結構しんどかったです。あ、本当ですか？でもなんかこう誰かがよく話しかけてくれたとかそういうのあったんですか？いや、でもみんな本当に優しくて結構話しかけてくれて、うん、すごい助かりました。ああ、そうなんですね。じゃあもう今は誰ってこともなくって、こうたくさんの方としっかりとコミュニケーション取れてると。はい、そうですね。そうなんですね。なんかこう意外なこうイメージとちょっと印象違ったなっていう風な方とかいました？いや、でも結構ベテランの人が多いイメージだったんで、はい、なんかちょっとみんな怖いのかなっていうイメージだったんですけど、おー、はい、でも本当にもうみんな優しくて、はい、まあ、リャンさんとかも最初同じホテル泊まってて一緒にご飯連れてってもらったりしたんですけど、はい、本当に年だいぶ離れてるんですけどみんな優しくて、そこはみんなびっくりしました。ああ、そうなんですね。まあちょっとこうどうなのかなって緊張してたけれども、まあそれはちょっと嬉しい部分ですよね。はい、うん、ありがとうございます。オンラインでの入団会見でも話をしていましたけども、改めて鎌田選手、サポーターには自分のどんなプレーを特に期待して見てほしいと思ってますか？自分の武器でもある、はい、ボールを運ぶドリブルであったり、まあ、狭いところで受けてターンして前を向く部分であったり、ゴールに直結するようなパスを出せるっていうところが自分の強みだと思っているので、はい、そこを試合に出てそういったプレーを見てもらいたいと思ってます。うん、もうその辺はもう自信もあるということですね。はい、はい、チーム戦術にもその辺がこう活かせるというふうにも思いながら最近は練習してますか？そうですね、まあ、僕は結構ボールを持ちたいタイプなので、はい、まあ、チームのやり方とかもいろいろあるので、簡単にやるとこをやりながら、ここだっていう部分で自分のそういった武器を生かしていければ、うん、チームのリズムも、まあ、何ですか、壊さずいいリズムでやりながら、また自分のところでリズム変化を加えられるようになればすごいいいのかなと思ってます。楽しみにしてます。ちなみにですね、鎌田選手、先日アップされました公式ホームページのプロフィール見ますとですね、結構気になるところがありまして、背番号へのこだわりっていうところに運気のいい番号っていうふうに書いてあったんですよ。はい、はい、で今回32番だったじゃないですか。はい、でこれまで福島時代はでも32っていう数字はなかったなと思ったんですけれども、これはどういうことなんでしょう？番号まだ決まってない時に、はい、まあ、親から運気のいい番号みたいなのを調べて送られてきて、はい、それに32番が入ってて、はい、で仙台から番号29と32どっちがいいって言われて、はい、そこに32があったので32でいいかなと思って32にしました。その親御さんから送られてきた番号はいくつかあったんですね、運気のいい番号は。あ、そうです、何個かあって入ってました、うん、はい、32が。なるほど、はい、じゃあもうここがビシッとあったんで、じゃあ32にしようと。はい、そうです。今のところどうですか、その辺は感じてます、運気のいい番号だったなっていうのは？いや、特にこれからですかね。そうですね、はい、これからだと思います。はい、あとですね、サッカー選手あるあるっていうところに、はい、アシストしたのにあれはアシストじゃないと言ってくるっていう風に鎌田選手答えてるところがあるんですけど、これどういうことなんですか？いや、まあ、去年5アシストをしてたんですけど、はい、まあ、僕がパスを出してチームメイトがそれを自分で10メーターぐらい運んで、うん、強烈なミドルを決めたんですけど、そういう時とかも、はい、記録上は僕のアシストになってるんですけど、いや、あれはアシストじゃないでしょみたいなアシストつかないでしょとか言われちゃって、言われたりとか、はい、まあ、自分が最後ちょっと触って、まあ、パスみたいになって、はい、それを決めたりとかしても、うん、いや別にアシストじゃないでしょみたいな記録ではアシストなんですけど、はいはい、よくチームメイトにそういったこと言われてました。はい、その数字は実は違えんじゃねえかということですね。はい、あれはお前の、なんていうんですか、お前の実力ではないでしょうみたいな感じですね。
まあ、いじられてたのかもしれないですけど、それだけでもね、周りからもこう頼られてたんじゃないかなとも思いますけれどもね。はい、はい、でもう一つ、あの最近の悩みに美味しいお店がわからないって書いてたんですけど、はい、これは仙台でってことですか？いや、まあそんなに自炊しないんで、はい、なんかどこをご飯行けばいいのかなとか、はいはい、いまいちわかんないって感じですねそうなんですね、はい、これじゃあ周りの選手に聞くしかないですね。そうですね。ちなみに何系のお店を知りたいんですか？焼肉とか、はい、お寿司とかイタリアンとかはまあ何個か聞いたんで、はい、和食とかですかね。あ、定食屋とかですね。ああ、なるほど。やっぱありますからね、はい、美味しいところはね、はい、あの宮城米どころですし、はい、ぜひその辺はこう力つけてね、食事でパワーにしちゃってください。はい。はい、さあ、というところでですけれども、ギフティングアプリエンゲートを通してですね、サポーターからベガルタチャンネルレディオのお便りページに寄せられたメッセージ、今回もこちらもですね、ご紹介していきたいと思いますが、まずですね、山ベガさんからいただきました、おめでとう、活躍期待していますという、もうこれだけのシンプルなメッセージだったんですけれども、どうでしょう、鎌田選手、今回この移籍に関して周りに報告して喜んでくれた方とかもいましたか？まあ、親家族とかはみんな喜んでくれましたし、うん、あとは、まあ、小学校中学校高校の時のサッカーの監督もみんなに言って、まあ、みんな、まあ、とりあえず良かったねっていう風に言ってくれたり、はい、高校の時のチームメイトとかにもまあ、おめでとうとは言われました。じゃあもうそのエールに応えなきゃいけないですね、今シーズンは。はい、はい、さあそしてですね、こちらはタルガベさん、ありがとうございます。練習試合にも出場したようですが、コンディションはどうでしょう、自分がベガルタでプレーするイメージは湧いていますかというメッセージも来ていました。こちらいかがでしょう？まあ、だいぶコンディションも良くはなってきてると思いますけど、はい、自分的にはまだまだコンディション上げれるかなっていうふうにも思ってて、うん、まあ、もっといい状態に持っていけると思うんで、少しでも早くいい状態に持ってって、まあ、仙台の試合とか毎回見てるんでプレーするイメージは湧いてます。なるほど。もうシーズンも長いですからね、必ず鎌田選手の力が必要になる時があると思いますんで、こちらも期待しております。はい、はい、さあということで最後になりますけれども、鎌田選手からですね、今年これからの目標と、今応援していますサポーターがさらに鎌田選手に期待したくなるようなこれからに向けての意気込みをお願いいたします。今年の目標はスタメンを取ることと、まあ、得点っていう部分には本当にこだわってやっていきたいと思ってます。まあ、あとはイワスタは本当にいいスタジアムだと思うんで、まあ、そこでプレーするのもすごい憧れてますし、今までこんなに多くのサポーターの方々の前でプレーすることもそんなに多くはなかったので、まあ、そこでプレーしたいなと思ってます。はい、たくさんの方がね、本当にかなり鎌田選手には期待していると思いますんで、J2 初出場、初得点、ね、そして、J2 優勝にチームを導くプレー、ぜひぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということでここまで背番号32番ミッドフィルダー鎌田博文選手にお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ベガルタチャンレディオ、ベガルタ仙台新加入選手インタビュー、今回2人目はサガン鳥栖から完全移籍で加入いたしました背番号41番ディフェンダー内田優斗選手です。はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、内田選手はもうあれですよね、すごくサッカーうまそうな顔してるんですよねいや僕ねずっと見てて思ってたんですよ。思いますか？はい、なんかもうゴリゴリにやってくれそうな感じがね、もう移籍加入するってなった時から僕思ってまして、で試合で見ててもやっぱなんか任せて安心感がすごいあるなって思ってたんですけども、なんかそういう風に言われませんか？なかなか言われないですか？さすがに。そうですね、言われないですけどまあそう思ってもらえるならもっともっと活躍できるように頑張ります。はい、はい、もうね左サイドバックでプレーしていますので、ね、ご存知の方も多いと思いますけれども、改めてですね僕の方から内田選手の簡単なプロフィールご紹介していきたいと思います。内田選手1995年4月生まれの現在26歳、大阪府出身です。中学時代からガンバ大阪の下部組織に所属してプレーしていまして、ユース時代には2年連続でトップ
チームの2種登録選手にもなっていました。2014年にそのままトップチームに昇格、その後プロ2年目からは当時 J2 の徳島でプレー、5年間で141試合出場9得点を挙げますと、2020年に J1 鳥栖に移籍しました。そして今回ベガルタ仙台へ完全移籍で加入ということになりましたね。その豊富な経験を生かしまして、早くも仙台の左サイドに欠かせない存在となってるんじゃないかなと思います。そんな内田選手なんですけれども、今回どのような経緯で仙台への移籍を決めたかというのをですね、ちょっとお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。まずもうシーズンが終わってすぐにベガルタ仙台からオファーをいただいて、はい、で原さんとも、お話しさせてもらった時に、熱意を感じたので、まあ他のチームも興味とかそういうお話がある中でも、うん、もう仙台をその熱意に応えたいっていう気持ちが強かったので、うん、即答で自分の中では決めました。即答だったんですね。はい、即答です。おー、なるほど。で今ちょっと思ったのが、他のチームからもオファーはあったということなんですね。オファーというより、まあ興味というか、まあどんな感じかっていうのはちょこちょこあったんですけど、はい、その正式なオファーはもう浮かれた仙台がもうすぐくれたんで、もうその他のところを待つとか考えるとかじゃなくて、もうすぐに自分の中ではもう仙台っていうのを決めました。わあ、そうなんですね。じゃあもう誰かに相談するとかそういうこともなく、もう自分の中でもうなんか直感がというふうな感じですか。そうですね、もう相談っていうよりも自分が行きたいっていう気持ちを一番に尊重しながら、なのでもうすぐ決定して決めました。はい、ああ、それはなんかこうサポーターからするとすごく嬉しいですね。ありがとうございます。何と言っていいか分かんないです。あ、そうですよね、はい、でもどうなんですか、もともとその仙台というチーム自体にはどんな印象がありましたか。まあ会見でも言った通りで、やっぱサポーターは熱いと思いますし、はい、その直接スタジアムで試合はしたことないんですけど、はい、画面越しからでも、応援できてた時のあの迫力っていうのはすごかったですし、雰囲気っていうのは独特なもんを画面越しからでも伝わったので、まあ、自分もその移籍決めた時から早くここで試合がしたいなっていうのはずっとイメージしてました。なるほど。実際に加入してみて、そのチーム自体の雰囲気、選手やスタッフの皆さんとか、そういったものはいかがでしたか。まあ、新加入の身としては積極的にみんなコミュニケーション取ってくれましたし、選手スタッフみんなでこう一つになって戦うっていうのがもうキャンプというか指導の最初から見えたので、もうこのチームに来てよかったなって思いましたし、はい、まあ、あとはしっかり個人としてもチームとしても結果を出して、まあ、笑って終われるようなシーズンにしたいなと思います。なるほど。まあ、あと移籍にあたっては同じサガン鳥栖からリャン選手も一緒にというタイミングでの移籍だったので、そこも少し心強かったんじゃないですか。そうですね、もう仙台の移籍というかオファーをもらった瞬間というか、一番最初にリャンさんに、仙台に行きますっていうのは言いましたし、うん、はい、でリャンさんはその時決まってなかったですけど、うん、まあその、まあ、行くかもっていうか、まあ、うん、その行きたいみたいな話もしたんで、うん、まあ、2人で行って活躍し合えたらいいねみたいな話はご飯食べながらしてました。なるほど。なんか広報カメラの YouTube の方でですね、上がっていた動画とかでもキャンプ中リャン選手と一緒にこう練習場に現れるシーンとかよくあったなーなんていう印象もあったので、その辺も少し頼りにしてたのかななんて思ってたんですけどね。まあ多分ちょっと自分の中では人見知りかなっていうところがあったんで、多分リャンさんが気使ってくれてそっと寄り添ってくれました。あ、逆に向こうからいらっしゃったんですね。そうですね、まあ多分しれっと来てくれて、うん、話しやすい状況を作ってくれてたと思います。なるほど。今もじゃあもうチームの皆さんとはもうしっかり馴染んで仲のいい選手もできたかなっていうところですか。そうですね、もうみんなと喋ってますし、まあみんないい人です。ありがとうございます。すでにね、もう試合でのプレーも披露していて、たくさんのねサポーターももうね見てると思いますけれども、改めて自分の特にこのプレーに注目して見てほしいなというところを内田選手から教えてください。チャンスにつながる起点のパスが見てほしいですね、うん、あとは、まあ、ディフェンスの選手なので絶対ゼロで抑えるっていう気持ちです、はい、そうですよね、まあ、チャンスにつながるという部分で言いますと、先日行われたアウェーの水戸戦では決勝点につながる、まあ、クロスを上げたのも内田選手だったなと思いますが、
そうですね、まあ、中、あの位置で顔を上げたときに、まあ、マセがフリーだったんで、はい、まあ、うまくそこに合わせれてよかったっていうのと、まあ、決勝点とか得点っていうのはやっぱチームみんなで取るもんなんで、うん、なんかまあ、自分のプレーが起点になったのはよかったですけど、まあ、自分のプレーというより、チームは勝てたことが嬉しいです。あら、控えめですね。いや好感度高いななんていうふうに、ね、思っておりましたけれども、あとはやっぱり、他のチームでも、もう記録しておりましたスーパーミドルシュートみたいなのもやっぱり仙台で期待しているサポーターも多いんじゃないかなと思います。まあ絶対決めるんで楽しみにしててください。あ、そうですね、楽しみにしたいと思います。ちなみになんですけれども、内田選手公式ホームページに、プロフィールが載ってるんですけれども、そちらに、まあ、アンケート的な感じでいろいろなことにこう答えてるものがあって、ちょっとそれ見てたんですが、好きな漫画アニメのところにスラムダンク、クレヨンしんちゃんって書いてあったんですよ、はい、結構世代的には一つ二つぐらい前なんじゃないかなと思ったんですけれども。そうですね、でもスラムダンクはめちゃめちゃ好きですね。だから家実家に DVD も持ってるし、で漫画全巻も持ってるんで、はい、で特大ポスターも持ってたんですけど、はい、家族にじゃないからあげてくれっていうことで4年前ぐらいにあげちゃいました。え、あげたっていうのはお知り合いとかお友達とか？あ、そう、後輩に。ちょ、もったいないですね。ちょっと最悪っすよね。そうなんですね、そこサッカー漫画じゃなくてでもスラムダンクだったんですね。そうですね、スラムダンクとクレヨンしんちゃんはずっと好きで、しんちゃんも家のコップとか、はい、犬が寝るクッションとかはしんちゃんっす。なクレヨンしんちゃんはどういうところが好きなんですか？なんか誰にもこびない感じが。そうなりたいとかっていうことでもなんか憧れというか、いや、まあ、なんかまあ自分を持ってるなっていうのは、はい、いいなって思うんで、はいはい、あとお父さんのヒロシはいい父さんしてるんで、はい、なんかまあ勉強になります。そこまで僕クレヨンしんちゃんのことを評価してる方なんか初めて見ましたね。いや素晴らしい漫画ですけどね、うん、なんかその笑えるとかそういうことではなくって、そういうところを言ってくるとはちょっと、まあもちろん面白いところもあるんで、はい、あ、全部ひっくるめて好きです。なるほど、ありがとうございます。あともう一つ僕気になったのは、モチベーションの上げ方というのに音楽って書いてたんですけども、はい、どういう音楽よく聞くんですか？ブルーハーツです。あ、またそれも世代ちょっと前じゃないですか、内田選手的には。そうですね、なんか前の方が、はい、なんか歌詞とかがなんか響くっていうか、まあそんな音楽わかんないですけど、ええ、ええ、なんかいいなって思うし、はい、あとはなんかまあ自己満っすね。ああ、なるほど。特に好きな曲とかあるんですか？でも全部聴くんで、はい、特にとかはないです。もうブルーハーツが特に好きみたいな感じです。そうなんですね。いや、同じようなね、サポーターも多いんじゃないかなと思いますんで、はい。ぜひぜひね、お話とかできる機会がね、出たら、そういう話なんかもね、してもらえるといいんじゃないかなと思います。さて、ギフティングアプリエンゲートを通しましてですね、サポーターからベガルタチャンネルレディオのお便りページに寄せられましたメッセージがありましたのでご紹介していきたいと思います。まずですね、こちらテンパパ0213さんからです。ありがとうございます。徳島のポカリスエットスタジアムで躍動する姿を楽しみにしています。徳島で黄色いスパイクを見慣れていたので、ゴールドのユニフォームに違和感が全くない感じがします。偽サイドバックとして仙台で活躍することを願い応援していますというメッセージです。ありがとうございますというところですけれども、まあ、このメッセージおそらく徳島に住んでらっしゃる内田選手のファンの方だと思うんですけれども、嬉しいですよね、こうやってまだずっと応援してくれるんでは。そうですね、非常に嬉しいです。こちらのメッセージに、偽サイドバックとして活躍することを願いというふうに書いてるんですけど、割とねそのサイドバックっていうふうなポジション的に言うと、そのサイドを前後ろにこう走ってっていうふうなプレーイメージする方も多いと思いますけど、内田選手結構中に切り込んでね、中央でそれこそすごいシュート放ったりっていうこともありますからね。そうですね、中でプレーするのも自分の持ち味なんで、はい、まあ、かといって中に人がおるのに行ってもあれなんで、うん、まあ、その外と中うまく使い分けながら周りの選手と連携取っていきたいなと思います。楽しみにしてます。あとは、まあ、フルスとの試合が、ね、徳島との試合ありますけれども、何かこれに向けて思うこととかありますか？まあ、徳島は一番思い入れのあるというか、うん、一番濃い時間を過ごしたところなので非常に楽しみですし、はい、でも今はもうガルタ仙台の選手なのでしっかりと勝ちにこだわって絶対勝ちたいなと思います。力強い言葉ありがとうございます。
さあそしてですね、こちらはですね、山部賀さんという方と樽我部さんという方、同じような質問でした。ユアストでの開幕戦、仙台デビュー戦はいかがでしたかという内容だったんですけれども、内田選手的にはもうキャンプの時から開幕スタメンというのはやっぱ狙ってましたか？そうですね、もう常に試合に出ることは毎日考えてるんで、はい、まあ、でもやっぱ開幕戦はチームとしても個人としてもあまりうまくいかなかったんで、あ、まあ、この経験をしっかり次に生かさないと もったいないでしかないので、はい、まあ、あの悔しさを、まあ、この前水戸戦勝ちましたけど、勝ったから OK じゃなくて、あの悔しさを今後もずっと忘れずにもっとよくできるっていうのをチーム個人として思いながらやっていきたいなと思います。なるほど、もうあのですね、強くなる選手のメンタリティですね、それはもう完全に。あとは結果残して頑張ります、はい、はい、頑張ってほしいと思いますが、あの実際にどうですか、ユアスタでプレーしてみてっていうのはどんな気持ちでした？いや、雰囲気は最高やったんで、うん、ほんまにああいう、サッカーをしてしまって、申し訳ないなと思います。ああ、まあまあそこまでおっしゃらずというふうにも僕らは思いますけれども、でもね、あのサイドにいるんでやっぱりサポーターの距離とも結構近いですから、こう応援の雰囲気なんていうのもすごく感じるんじゃないかなと思って見てました。そうですね、もう力しかもらわないんで、もう最高ですね。引き続きじゃあそのね、パワーを送っていくと思いますんで、サポーターの皆さんね、はい、ぜひそれを一つ支えにして頑張っていただきたいかなと思います。ということでですね、いろいろとお話を伺ってきましたけれども、最後になりますが、内田選手からですね、そのサポーターの皆さんへ、次の試合盛岡戦になります、そして今後の戦いに向けてのですね、熱い気合の入ったメッセージをお願いしたいと思います。勝つそれだけですか？はい、もう勝つ以外考えてないです。あ、もうストレートでいいと思います。やっぱり僕思った通りですね、あの一番最初に見て、あ、サッカーうまそうだなという顔をしてるっていう風にね、あの先ほどお話ししましたけれども、もうなんか体中からそういう部分がなんか出てますね。サッカーのことを常に考えて勝つことだけを考えてるって、そんな感じしますね。結果出せるように頑張ります。はい、楽しみにしてますんで、引き続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということでここまで背番号41番ディフェンダー内田優斗選手にお話を伺いいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ベガルタチャンネルレディオ、さて今回ここまでお送りしてきましたが、聞いてみていかがでしたでしょうか。今回はホームページの公式プロフィールから気になったものを聞いてみましたが、こちらなかなか充実した情報量に今年はなっていますので、ぜひ皆さんもご覧ください。僕もまた気になる項目があればどんどん聞いていきたいと思っています。皆さんのこちらを聞いての感想もコメント欄などにお待ちしています。さてここでベガルタ仙台からのお知らせです。2022J2 リーグ第4節ベガルタ仙台対岩手グルージャ盛岡の試合は3月12日土曜日午後1時からユアテックスタジアム仙台で行われます。この試合ではクロールアップキャンペーンと題しまして、ご来場時そして売店のご利用時に2022シーズンのトップチームのスローガンでありますクロールアップ這い上がるをテーマにしたプレゼントがあります。まずご入場の際、先着5000名様に2022シーズンのキービジュアルを使用した B3 サイズの日程ポスターをプレゼント。さらに飲食やグッズなどの売店をご利用の3000名様にスローガンがデザインされたステッカーがプレゼントされます。いずれもこの機会をお見逃しなく。さらにこの試合では開幕の新潟戦でも行いました観戦初心者向けのライブ解説番組ベガステを配信いたします。こちらは岩手線の来場者の方がスタジアムのみで聞くことができるスマートフォンを利用したリアルタイムの音声配信サービスでして、試合を観戦しながらサッカーのルールや試合の楽しみ方、選手の情報などをタイムラグがほぼない形でお届けいたします。前回に引き続きまして、私及川が MC を務めまして、解説には元ベガルタ仙台選手の菅井直樹さん、そしてゲストといたしまして同じく元ベガルタ仙台選手の千葉直樹さんが出演してくれます。こちらを聞きたいという方はスマートフォンとイヤホン、あるいはヘッドホンをご持参いただき、入場時にお渡しするチラシに記載の QR コードを読み込んでいただければそれだけで OK。
アプリのインストールは不要です。試合がより楽しくなる新しい観戦体験をぜひお楽しみください。そしてそして、この音声コンテンツはベガルタ仙台の YouTube アカウントとギフティングサービスエンゲートからお楽しみいただけます。エンゲート内に設置しましたお便りポストでは、このベガルタチャンネルレディオの中でご紹介する皆さんからの選手に向けた質問や応援メッセージを各回の配信前のタイミングで定期的に募集しています。またエンゲートではギフティングで応援もできます。ギフティングの上位者には抽選でプレゼントが当たりますので、こちらにもぜひふるってご参加ください。ということで、ベガルタチャンネルレディオ、ここまでのお相手、ナビゲーターの及川明宏でした。ではまた次回お会いいたしましょう。